5番車宮城の竹内智彦選手です。決勝進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準決勝は横の動きもしっかり見せていましたが、いかがでした？いや、もうちょっと止めきれなかったのは悔しかったですね。どうでしょう、前回近況の勢いそのままという感じですか？うん、あ、そうですね、ちょっと競争は空いてたんですけど、うん、まあ、調子はいいです。なんかその好調の要因というのはあるんでしょうか？いや、夏場はいつも基本的に調子いいんですけど、ちょっとフレーム変えたっていうのもありますね。じゃあそのフレームでそのまま。そうです、はい。決勝戦です。メンバーの印象どうですか？もうほぼ初日と一緒ですよね。その中で竹内選手はどのように戦いましょう？坂本君の番手で頑張ります。坂本選手、初日積極的に動いていきましたが、どんな印象ありますか？いや、いつも積極的なので信頼してついてます。別戦どう見てますか？もう本当強いですよね。やっぱりそこは竹内選手の腕の見せ所でもあるんじゃないでしょうか。いつも通りやることはきっちりやります。なんかすごい気持ちの強さ今感じましたが。あ、そうですね、もう。では決勝に向けて意気込みをお願いします。はい、北日本で上位と戦できるよう頑張ります。